じゃあ、じゃあ、さあいろいろ、まあ、阪神時代の話とか、うん、まあ、トレード話、はい、まあ、いろいろ最後には出たけど、はい、まあ、トレードで、はい、まあ、ダイエー行って、はい、今は在住は福岡で、はい、まあ、ずっとなんかダイエーソフトバンクの歴史を見てるわけじゃない。そうですね、でほぼ最初からですかね。そうだよね、はい、でその中にもいたし、はい、ダイエーの時めちゃくちゃ弱かったよね。それはやっぱりその、まあ、楽天が一番最初の頃とは言いませんが、うん、やっぱり何回もあの頃は弱かった、うん、それで、まあ、九州に行ったからといって補強もあまりしてなかった時で、 そうだね、そっからまあ僕らが動いていきましたけど、うん、まあ、そこから変化していきましたけど、最初はやっぱり、どうやって前半戦でもいいから、オールスターまでに A クラス残るか残んないかで、うん、まあ、賞金かかるぐらいの、うん、残れませんけどね。まあ、だけど今ではもう本当の王者の風格というかさ、はい、強くなったじゃん。ありましたね。やっぱチームを強くした最大の理由っていうのは何なの？うん、根本さんだと思います。あ、根本さん、はい、根本さん来られてもう本当に何言ってるか全然わかんないですよ、うん、先を見すぎてて、うん、でもキャンプも初日からいきなり紅白戦やると監督やられた時にキャッチボールをとにかく30分とかずっとやれとか。そうそうそう、もうだから投げ方があって、うん、根元投げみたいなのがあるんですけど、それを教え込まれて、でその初日からですから、まあ、そうなるとピッバッターはまだいいですよ、うん、なんとかなるじゃないですか、うん、まあ打てなくても、うん、ピッチャーは届かないとダメですから、もうそれそうキャッチャーがいるんですよ。ピッチャーの数と合わないじゃないですか。じゃあ一ところに集まってやるのかってそうもいかないじゃないですか。だから初日から結構そのまあ、あのいろんなところでやらなきゃいけないんでしょうけど、根本さんのやり方がそこだったっていうところから始まったんですけど、うん、でもやっぱりなぜ根本さんかというと王さんを呼んでこられたから、そこが一番だと思います。あ、その王さんが、でも王さん呼んできた、来てもさ、北九州だったかな、生卵投げられて。いや、あれは大阪ですね。あ、大阪で投げられた、はいはいはい、で投げられて散々だったじゃない。いや、もうそのね、あの残念なことだったですけど、やっぱ王さんがファンの人がそれだけ怒ってるんだというふうに言われたのが、もうその時の方が僕は衝撃でした。そこじゃなかったんですよ、王さんの怒りは。あ、そこまで怒らせる、ファンの人を怒らせることが自分たちがいたんだっていうのが、うん、やっぱ人間ができすぎてるな、この人はと、あ、はい、まあ、そういう話があったんで、うん、でもやっぱそこを耐えたことによって根本さんがトレードしてるじゃないですか、秋山が来たりとか、うん、まあ、工藤が来たりとか、うん、こういう動きをしたことによって活性化して、やっぱ強いところを知ってる人間が入ってくることで、やっぱり生ぬるいものを消していく練習の仕方も、今はホークスってやっぱ練習すごいしますよ。するな、はい、この、いや、それも個人練習がすごいな。そうなんです。だからそれを個人練習とも捉えてないですよね。あ、はい、ですからやっぱり目が覚めてから寝るまではずっと野球のことをやってる選手が増えてきたことが、やっぱり今の会長がいらっしゃって、だから根本さん、そこの王さん、そしてそこにいろんな選手がいて、今国防2軍あの監督とかも、まあ、一瞬に生きるという自分の言葉を掲げている人で、一瞬のこう積み重ねがやっぱりそのつながりになっていくんで、そこのために必死でやってるという。だから反復することを嫌がらないというか、何回も繰り返しやることをあの嫌がらない、それが当たり前だと。自分にくれた能力は母親が、父親が、これは遠くに飛ばしたり打力があるとか力があるじゃなく、繰り返して練習することを厭わないことだって言ってましたね、王さんが。いや、国防さん。あ、国防がね、うん、やっぱそういうの、だから王さんがまたそうなんですよ、うん、ずっとやっぱり練習されて、頭の中ずっと野球ですよ。今のあの年でもキャンプずっと動いてるんですよ、うん、すごいですよ。だからもう、だから根本さん、王さんのやっぱりそういうものが脈々と息づいて、そしてやっぱりダイエーがその譲渡した時もあのドームがあるから、やっぱりソフトバンクという、うん、あの孫さんがそこを買ってくださって、さらに投資をしていったと、うん、まあ、お金をかければ強くなるけど使い方によってはダメだということですよね。まあ、そりゃそうだよね、はい、でもあのスカウトもさ、はい、やっぱ千賀、海、ああいうのは育成でしょ、はい、これがもうパ・リーグを代表するようなバッテリーになるわけじゃない。そうです。だからスカウトの目も俺相当な目を持ってるなって。この育成枠っていうのはやっぱり難しいところで、育成枠を
持ってない球団もあるじゃないですか、うん、あまりちゃんとした、うんうん、で育成を取るということはそれなりの設備投資をしていかなきゃいけないん で、うんうん、でじゃあドラフトで本編のドラフトの選手があまり出てこなくて、うん、育成ドラフトの選手が出てくるのは果たして成功と呼ぶのか何と呼ぶのかというところもあると思うんですよ。まあね、はい、ちょっと深いのか浅いのか分からないですけど、ただそこにつなぎ止めておくということがもしかしたら育成枠の選手たちってそこでかからなかったら野球やめてる選手もたくさんいるはずなんですよ、うん、独立リーグにも行く道がなくて、ただそこに入った選手の中に金に光る選手が何人か出てきて、最近においては各球団に1人2人出てきてるじゃないですか、うんうん、ということはですよ、ドラフトの取りこぼしってどこを見てやってるかって言ったら甲子園で活躍したとか大学で良かったっていうだけがドラフトじゃないなというのは、育成枠の選手が出てくるのを見ると、だって千賀と甲斐がいるんですよ、まあね、侍っすよ、本当だよね、どうして、でも千賀なんて、蒲郡のスポーツ店のおっちゃんがスカウト部長に電話あって、スカウト部長が動いたらちょっと目立つから若い人生かして見させたら140キロそこそこ面白いっすよって、それで取ってるんですよ。それが日本代表する世界にも名を馳せてるピッチャーですよ、それバッテリーでいるんですよ。でも隠れてる逸材っていうのは絶対いるよね、はい、でもそれを一番探し出してるのはソフトバンクかなっていうふうに思うけど、まあ、やっぱりその量が施設がちゃんとして、はい、その選手たちは今年は14人取りましたけど、うん、まあ、人数が多いからさらに増築したりとか、そういうものをやっぱりその選手たちの生活の場所、うん、トレーニングの場所をしっかりこう確保しなきゃいけないんで、うん、そこに対する投資があるからやっぱり強いチームができてくると、やっぱ地盤をちゃんと固めていってますんで、成功した人たちが出ていってるから余計にそこに取っていけば選手たちも集まってくると。だからそれだけに14人ってなかなか取れないですよ、うん、ああ育成をね、育成、うん、そこにやっぱり何人か光る選手もいるし、みんなやっぱでもね、いい選手多いです、見てると。いや、多い多い、はあ、あとは特徴があるね、みんなですね、足が特に速いとかさ、はい、そう、遠くへ飛ばすとかさ、はい、体が強いとか、でかいとか、そう、なんかもう、どこから連れてきたんだろう。いやいや、本当に、はい、いや、だからよく見てるなって、やっぱりそういう、いろんなこう情報網というか、そういうのは、いろんなところにこう行って見てますね。僕、1年だけホークスのスカウトしたんですけど、その時、根本さんに野球って聞いたらどこでも行けって言われました。草野球でもいいって、女子野球でもいいって、どこでもいいから行けって、そこに何かの関係者がいるって、誰かと話しろって、うん、でも多分そういうものが脈々と息づいてるんだと思いますよ、うん、はい、いや昔やっぱこうチームを強くするのにやっぱスカウトの力っていうのはすごい大きいって言われた時代があったよね、はい、で小葉さんに聞いたら、小葉さん誰に一番感謝しますかって言ったら、やっぱスカウトだって、はい、スカウトのキニワさんっていう人がいたんだけど、キニワさんいらっしゃいました ね、はい、もう亡くなったけどね、はい、だけどその人にやっぱり感謝するって、はい、キニワさんのスカウト力ってすごかったもん。そうですね、僕もお話しさせてもらったんですけど、なんで知ってんのというと、いや、そう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 、いきなり言われて、もうこっち何も言えないですよ、うん、いや、もう何かあったらお任せしますって言うしかなかったです。そうそう、だから DeNA、まあ、横浜ベイスターズの時、はい、98年に優勝したのはほとんどキニワさんのスカウト、あ、そのメンバーがやっぱり優勝を勝ち取ったという、ね、だからソフトバンクもやっぱそういう伝説に残るようなスカウトの人とかいるんじゃないの、うん、まあ、外国人もそんなに外さないよね、はいはい、まあ、だから外国のルートもあるし、キューバのルートはもうキューバに行かしてそこでっていう人もいらっしゃるところですし、まあ、キューバはちょっと難しいところもありますけどね、うんうん、はい、亡命とかもあるんで、うん、ですけどやっぱり今ホークスにいるキューバの選手たちは非常に有料な、ね、選手だし、外国人のつながりもそこに、外国の選手たちもそこに関わらせてやったりするし、サワテがもしかしたらね、そういうところの立場に行くんじゃないかなと今言ってるのかな、なんかそんなところもありますし、なるほど、ね、はい、そういう人たちをちゃんとつなぎ止めて、つながりとパイプを持って、まあ、どこの球団もそれはやってると思いますが、成功していけばいくほどそのパイプとかその、 方法は増えていくと思いますんで、だからそこにうまくやっぱりお金を使えばというか、ちゃんとした先行投資をしているから、やっぱソフトバンクの名前とやっぱりどんだけ強いんですかということっていうのは、そんだけのことをやってるからですよ。でも金はかかるな。お金はかかりますけど、やっぱそれをこう回収できる能力もあるわけじゃないですか、勝てばね、はい、うん、まあ、勝ってます、勝ってるからね、勝ってます。でもそうそうたる、まあ、監督がこう務めてきてるわけじゃない、はいはい、強くなってから、はい、で今回藤本っていう監督っていうのはすごく意外だったんだけど、
僕はそんなに意外ではなかったです。ない、はい、やっぱり小久保というその今の二軍監督を将来のそこの柱にするためにどうしようかというふうにして入れてるわけですから、やっぱり一緒にやったその昨年の4位というのがそこに上げるにはちょっとワンステップどっかに持っていかなきゃいけないときに、じゃあ誰というところで、中を変えるためには中を知ってる人、1軍2軍両方とものバッティングコーチ、そして3軍2軍という監督、それによって全てを見てるその藤本博史が、育成枠まで見てるその藤本博史、まあ新監督が、まあ適任だと僕は思ってました。YouTube で言いました。九州の方ではそうなんだ。いやいや、九州でもあんまりそこ出てない。いやいや、こっちの方では全く名前、ふの字も出なかった。僕言いました、もう去年の YouTube 藤本博史呼んで、3軍2軍他のコーチも全部やったら、来年1軍監督やろうって言ったら、いやないっつってましたけど、ありましたもんね。あった、あるよね。でしょ、有馬記念当たったような感じだったんですよ。確かに配当はないけどね。なかった。配当は藤本からもらわなきゃいけないけどさ。まあどんな監督なの？あのね、普通の人です。いや、でもみこし担がれてさ、ダバーンとか座っておじそさんみたいに座ってたら見るのと普通の人とは思えないけどね。あの普通っていうのはですね、なんかこうやからっていうかさ顔がちょっと怖いですけど、うん、すごく丁寧ですし、あのコメントもですね、こうひねったりなんかせずに、あったこと思ったことをちゃんとまっすぐ返してくれるから非常に聞きやすいし話しやすいし、あの人間としても丁寧な人ですよ。はい、だから監督にさせてもらったという恩義をちゃんと持ってるんで、球団に最初呼ばれた時はクビやと思ったんですよ。11年やって3軍2軍ってきたら、あ、終わりやなと。で、そうそうそう、お世話になりました、就職活動どうしようと考えていったら、下じゃなくて上でしたわってすごいよ、登っちゃった。でもだからその恩義を感じてるんで、やっぱりその王会長もいらっしゃってグラウンドに出て、その中では藤本博史監督っていうのはもう今度は選手たちやみこしを担ごうとしてくれるに値する人物だと思いますよ。まあでも人望も厚そうだしね。厚いですね、はい、その証拠になんかこう藤本監督が動くとその采配が当たるというね。でも心がつながってないと、そうですね、やっぱそういう結果って生まれてこないと思うんだよね、うん、やっぱりそのギータが入った時、入団した時に一緒にバッティングコーチ2軍から始まって、ギータと一緒にこう二人三脚でやってきたりとか、そういう経緯をずっと見て、そこにいる選手たちを絶対一人にしないですね。あ、なるほど、はい、一人一人にやっぱりそばに行って、自分の好き嫌いじゃなく、自分を嫌われたらしょうがないけど、うん、嫌いになることはないという人なんで、そばに行ってみんなと話してるから、うん、まあ、あの開幕した時に上林が外れて、うん、であの勝ったんで出ていく時の輪の時に上林の背中を後ろからトントンって、なんか、うん、なんかこんな人かと。なるほど、ね、あの人間としての位も上がっちゃったかなっていう感じがしますけど、まあ、そういう配慮ができる、やっぱあったかい人だったね、うん、まあ、もう僕もずっと解説の時にいましたんで、うん、まあ、まんまの人ですよ、うん、でもやっぱ強さっていうのは脈々とこうなんていうの、流れてるというか。そうですね、いろんな血の中にあるんで、うん、まあホークス、あの、まあ、優勝運動というのはよくわかんないですけど、うん、これから先もまだ育成もたくさんいい選手いますから、うん、間違いなく強いチームが続くと思います。なるほどね、はい、はい。